ぬかきびパニコムバイサルケイテム三部は、稲香の雑草の一つ。湿ったところに好んで生え、細かな小棒を大きく広がった果樹にまばらにつける。柔らかな一年草で前草にわたって、ほぼ無毛。茎は、木部で横に生え、節ごとに根を下ろし、よく枝を出す。葉は、扁平で線形。長さ5から30センチメートル。幅5から12ミリメートル。寄部の幼少は、 用心より短く、円に短い毛が並ぶ。端端高さ0.5ミ、mm、リメートルと低く、円には巨子がある。下記は7から10月頃、花女は立ち上がった茎の先端から、ほぼ真上に向かって出る円水花女花女の側種は長くて、主軸に対して直角かそれ以上に大きな角度に出るので、全体の形は長さと幅が同じくらいに広がり、 それぞれ15から30センチメートルほどになる。また、先端の枝は細く、多くのコボをつけて垂れる。コボは短い柄があって、暗緑色からしばしば一部が黒子色になる。卵状長楕円型で、長さ1.8から2ミリメートル。第一方へは、先が尖った三角形でコボの長さの1、2から1、3程度で、その基部はコボを描く。第二方へは、 小母と同調で語脈を持ち、質は薄い。第一小花は森英のみを残して大化。その森英は大きさ、形とも、第二方英とほぼ同じである。第二小花の森英は角質で薄く、脈ははっきりしないその縁はほぼ同質のうちへを抱え、果実が熟すと安価色になる。この第二小花は気分に関節があり、果実が熟すと、 森へとなえに包まれた状態で落下する。この部分の長さは1.5から1.8ミ、mm、リメートル。和名は、ぬかきびの意味で、果樹が散開して、細かいことからとのこと。日本では、北海道から南西諸島まで広く分布する。世界的には、朝鮮、中国、ウスリーインドシが、インド、オーストラリアまで分布する。アジアとオーストラリアの三ヤで最も普通に見られる。 ものの一つとの声もある。平地の湿った草地、水田跡などに生える。例えば、霞ヶ浦の湿地植物の再生事業でも、聖高和立総除去区画における植物調査で常に高比率で確認されている。内山には急光電あぜ、湿地とあり、長田には急光電などの湿地とある。同族の奥く先は形態的によく似ているが、次の点で区別できる。以下、 主として、長田、P558 島、P684 牧野、P742 小山、P284 西広ほか、P71 内山、P297 長田、P112、ありがとうございます。